ああ、なんかあったわ。またこれだよ。全部あんのかこれ。なるほどね。俺にサーフィンで勝負を挑むと。そういうことか。うわ、これサーフィンならタイマーだと思い出すな。いや、ガチサーフィンじゃんこれ。ここはこう、ここはこうからのこう。なんでダメージ食らうんだよ。盾があんだろ、盾が。おお、マジか。これいつまでやんだこれ。え、これヤバくない？あ、これで終わりだ。はい、余裕。玉を導きしは己。まあ普通に玉を導いてやるんだろうな。このボタンはなんだ。ああ、最後飛ばせよってことね。オッケーオッケーオッケー。玉を導く。へえ、なんか面白そうだね。で、転がってきて、ここで落ちると。簡単だな。ほっ、届けよ。だから、なんじゃじゃ。まず落ちちゃうから、これをこう持ってきて、こうこうで、こうだ。これで第一段階クリアだな。これはなんだ。あ、逆回転になると。はい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 。で、分かった、これビータロックだな。ビータロックでどうなる、どこ行くこれ。え、アイスメーカーとビタロックか。ああ、俺こういう系大好き。こういう系大好物だわ。そうだね。ちょっと面白い方法でやっていい。ここでこうで、んで小細工なんで必要ねえ。これでどうだ。天才の発想かな。天才のそれに近いな、この発想は。じれったいね、早く入れ。じらしプレイすんなよおめえ。はい、余裕。これ絶対コログ。ベベベほらね、今コログいたでしょ。いないと思ったでしょ。今のあれ、純粋な人にしか見えないから、今のコログ。ここら辺だな。で、問題はフロドラじゃなくて、炎はオルドロか。オルドロがここら辺から出てくるはず。あー、おるわ。取り扱いが、取り扱い。見張りも楽じゃないぜ。鳥族イケメン多いな。柏さんもイケメンだし。へえ、なかなか来んな。なんだこいつ。私が守る。おお、本当の角が光ってる、すごい。さあ、リバリ行くぜ。慎重に行こうか。できるだけめちゃくちゃ近づいていくわ。あ、これ炎が燃え下がってんだな、これずるくない？今だ！完璧。え、ちなみにこれ角なんか落ちないかな。なんか強化するのに必要だった気がするんだよね、オルドラの角。フロドラの角しか持ってねえから、ここらでゲットしておきたいな。すごいかっこよくない？めっちゃかっこいいよね、オルドラ。ペルペルペル。あ、飛んだ飛んだ。よーし。あ、しかも親切にそこ行ってくれんだ。なんかどこで負けやがってこいつら、お前。よっしゃー。狙いを定めろ。静止？ちょっと何言ってか分かんねえな。狙いを定めろ。静止？
どういうことだ。あ、これ爆弾浮かすやつだね。爆弾弓矢そろそろ もったいないから、あ、よし、もったいないと思ったけど、もうこれにかける時間がもったいねえわ。おれ全部爆弾の弓でいいんだよ。はい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 、なるほど。おお、はい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 、簡単そうだな今回も。そんなんじゃ俺は止めらんねえぜ。なんだ、開いたね。しまった、大砲かなまた。ん、なんだこれ、へえ。めんどくせえから撃っちゃえ。ん、これ、ああ、これ風に当たると閉まるってことか。あ、なるほどね。え、これどうすんだじゃあ。あ、ビタロックか、しっかりとビタロックで止めて。はい、余裕。どうした、止めてみろよ。あれだ、これ長くねえ、これもう、あ、終わったわ。ご苦労様でーす。さあ、もうこれ飛ばしていいか。もうボスなんだろ、もう知ってる。戦わせてくれ早く。あー、リト族の装備いいね。あれ今回弓だけじゃない、もしかして。リト族ってことは違う、今武器持ってなかったもんね。てかダンケルの時そうだよ、ミファーの時がミファーの武器で、ダンケルの時はダルケルか、ダルケルの時はダルケルの武器だったから。じゃ今回弓だけじゃん絶対。これちょっと難しいんじゃん、へっしょいっぱいしてないと削りきれないとか。てかこれウルボザの怒り使えないんか、まさか。なんだっけ、いや雷が強いんだよね結構確か。風はそこまでだった気がする。銃か、覚えてねえもんだな。無限異空の風のカースガノン、武器チェックあります。弓が3つ、へえ、ああるわ、風切りの剣があるね。じゃあ一応ババアサンダーは、あ、100発あるよ。ババアサンダーはできると。はい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 、なるへそ。まあいいや。おーおーおー、こいつが何すか分かんねえな。何、おお、ほいほい、ショットガンか。しっかり一生狙って、はい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 、これ手でガードしたぞ今。こいつ知能がある、わあ、これ知能マックスやんけこれ。時間がありそうだな。はい、決勝で止めていく、決勝で止めていく。おいおい、こいつ HP 高くねえか。決勝してるだけで勝てるんだけど、これ2連弓の方がいいかもしんないな。どうしよう、でもリーバルのねこの武器はね、いるのが早いから間に合ってさせたらあかんの。これ2連弓の速度で全場に合うかどうか。あ、いい感じじゃんもう普通にリンチだからねこれ。
はい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 、あもうダダッコみてえな顔しやがってお前。どこ行った、何何何、え、こいつこんな技あんの、竜巻出てん今。空中にいる間にいるなんて卑怯だなお前。見失っちゃいかん。はいはい、こいつさヘッショットの範囲広くね。はい、ほんとお前物買ってもらえなかった子供かおめえは。さあこれ時間かかるだこいつ。え、なんで消えた、ずる、今のフェイントじゃん。あーくそ、盾あればねこれ弾きたいけどね。え、またダダッコも入りまーす。で後半はウルボサの怒りで攻めよっか。よし、シンプルに弱いけどシンプルに時間かかる。あーファンネルか、これもよくわかんないまま倒したからな。ちゃんとした戦いの時はよくわかるね。ちょっと待って、雑魚すぎなんだけど弱すぎて話にならない。あ、ファンネル助けに来た、偉いね、偉いなファンネル。だがお前はつく主人を間違えたな、お前はこっち側につくべきだったな。どこ、ダダッコになれ、おらー、あ武器が壊れてババサンダーが出せないけどここで終わりにしよう。よし、いやこれやばいね、炎のカースガードもクソだけど、クソ雑魚だけどさ、こいつも大概だぜ。時間かかっただけやん。ダダッコ最後キモすぎるだろ。推定3歳かなやっぱ。あの頭を地面にこすりつける感じはもう、まあ、3歳児がダダこねてるあれだからねやっぱ。それだったな。3歳児のそれに近かったな。さ、リーバルのムービーはかっこいいってさっきコメントあったからな、早く見してくれ。うん、ゼルダ格好違うぞ、あったかそう、いいファッションセンスだね。あれ疲れてる、疲れてないわ。あ、修行してんのか。なんか英傑が持つと武器でかくなんな、リンクが持つとちっちゃいのに。もっとだ、もっとトルネードの中心にうまく乗らないと。
リーバルトルネード覚えてないんだ、まだ覚える前の話だ。英傑になってから覚えたんだ。君なんて、いい趣味じゃないよね、姫。ごめんなさい、村でここにいると伺ったので。わかってるよ。この間の返事だろ、厄災ガノンの討伐。受けてやってもいいよ。ありがとう、リーバル。私たちにはあなたの力が必要だ。ただし、おう、いや、かっこいい。なんだ今の。嘘、お前なんで風の数が負けたの。この僕が援護の大役を仰せつかることになる。確か大魔の剣の騎士だっけ。彼が今の技を見て自信をなくしても責任は持たないよ。うわー、かっけー。爆弾やもったいねえけど、こいつ符号ビームが使えたのか。やるじゃねえか。多分俺の血引いてるわ、こいつ。符号ビーム使えるってことは多分俺の息子じゃね、これ。完全に俺の血引いてんじゃん。だって、いや、俺が血を引いてんのか。と、父さん。おう、ここまでやれるとは正直思ってなかったよ。リーバルトルネードもさらに、いや、リーバルのたけりって書いてリーバルトルネードって呼ぶの、これ中二病ないかい。これ今の君ならできるだろう。ガノン討伐っていう大仕事をね。やばいなこれ。リーバルとタケリって書いてリーバルトルネードって読むんだよこれ。ジャンプかおめえは。ジャンプ漫画かおめえ。なんだこいつ、ただの中二病やないかい。